ニコラス・ミクルーホ・マクライ、ニコライ・ミクルーホ・マクライは、ウクライナ、ドイツ及び、ポーランド系ロシア人民族学者、人類学者、生物学者。ロシア帝国のブゴロド付近の半売にて、モスクワ・サンクト・ペテルブルク鉄道の建設現場で、働く、土木技術者の子として生まれる。ウクライナ人の父は、おカき不要塞攻略などのと戦争中の武勲により、帝国貴族の称号を授けられた。 ザポロツヤン・コサック・スティパン・ミクルー派の末裔であった。母のエカチェリーナ・セメノブナは、ドイツ系ポーランド人。ニコラスは、サンクトペテルブルクの初等中学校に学んだ後、サンクトペテルブルク大学へ進学。しかし、学生運動参加により、大学を方向処分となったため、ヨーロッパへ留学し、イエーナ大学にて、動物学者、エルンスト・ヘッケルの文下生となった。 生物学者のアントン・ドーンとも進行を深め、後の研究所設立のアイデアを着想することとなる。1871年以降、ニューギニア北東部アストロラーブ・アンガーニへ単身乗り込み調査を開始。3年程度現地で過ごしながら、人類学的に貴重なフィールドワークを数多く残すと、共に資料収集に当たった。ドイツがニューギニアに進行した際にも、 当時の最小オットフォンビスマルクに向け抗議の電報を打ったことでも知られる。ミクルーホマクライ。探検家の格好をした当時としては典型的な写真である。背景に見えるユーカリの歯に注目ミクルーホマクライはサンクトペテルブルクを離れ蒸気船ビチャス号でオーストラリアへ向かった。1878年7月18日シュドニーに到着。到着から数日後に リニアン協会と接触し動物学センター設立を申し出、同年9月には提案が承認された。海洋生物学局として知られる同センターは、シドニーの著名な建築家であるジョン・カーク・パトリックが建設を行った。グレーター・シドニーの西側ワトソンズ湾に位置する、この施設はオーストラリア初の海洋生物学研究所であった。この間、ジョン・ロバートソンニューサウスウェールズ州首相の娘、 マーガレット・エンマ・ロバートソンと結婚する。この間フィリピンやインドネシアよりに触れて訪れており、現地の原住民と共に暮らしては、生活様式なり習慣を論文にまとめた。チャールズ・ダーウィンの最初期の信奉者の一人であった、ミクルーホマクライは、様々な人種が様々な種に属するという当時、流行の見方を、比較解剖学研究に基づき、ロシア人類学で、 初めて論爆した学者として、今日では最も記憶されるところである。また、奴隷貿易にもことを唱えた。1879年以降は、西太平洋高等弁務官のアーサー・ゴードン教に手紙を書き送り、枕井海岸の友人の土地所有権を保護し、南太平洋で、武器や酒の不正売買をやめるよう訴えた。1887年、家族と共に、 オーストラリアを離れ、サンクトペテルブルクへ帰国、ロシア地理学協会に著書を寄贈した。当時体調不良であったため二度と戻らぬ旅であった。セルゲイボトキンの処置にもかかわらず、脳腫瘍のためサンクトペテルブルクにて42歳で死去。ボルコボ墓地に埋葬され、頭蓋骨はサンクトペテルブルク軍事医学アカデミーへ送られた。ミクルフコマクライの未亡人は子供と共にシドニーへ戻り、 1917年までロシアより年金が支給されていた。年金は最初アレクサンドル三世により、その後ニコライ2世により割り当てられた。なお、息子の一人アレキサンダーはリチャード・コナーの娘と結婚した。ミクリューホマクライの名は世界各地で記念されている。オーストラリアでは1899年海洋生物学局の建物が 士官向けバラックとして防衛省により挑発された。しかし、ミクルーホマクライ協会はセンターに対し、彼の功績を称いて、歴史的建造物に指定するよう掛け合ったなお、ミクルーホマクライの没後100周年を記念して、マクライ博物館側のシドニー大学で共造の除幕式が行われた。ミクルーホマクライにちなんで名付けられた、マクライ海岸は、 現在もパプアニューギニア北西部の海岸の名に用いられている。1870年代にミクルーホマクライが滞在した場所からそれほど離れていない同国のマダンには彼の名を冠した通りがある。また、古国ロシアには彼の功績を称えてその名を冠した民族学、人類学研究所やモスクワ南西部の通りがある。ウィキメディアコモンズには ニコラス・ミクルーホマクライに関するカテゴリーがあります。マイケル・マクレイは植物の学名で命名者を示す場合に、ニコラス・ミクルーホマクライを示すのに使われる。ありがとうございます。